現監督、ジョー・マドンこの一覧は、MLB のロサンゼルス・エンゼルスの監督を務めた人物の一覧である。ロサンゼルス・エンゼルスは1961年のエクスパンションによって誕生したチームはカリフォルニア州アナハイムをホームにしており、過去にはロサンゼルス・エンゼルス、カリフォルニア・エンゼルス、アナハイム・エンゼルス、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと呼ばれた。 現在まで22名の監督が歴任している。初代監督はビル・リグニー。現在の監督は2019年シーズン終了後に就任した元タンパベーレーズ監督、前シカゴカブス監督のジョー・マドン。マドンは1996年と1999年にエンゼルスの代理監督を務めている。歴代で最も長く監督を務めたのはマイク・ソーシア。 その人気は2000年から2018年の合計19シーズンにも及んだ。ソーシアは19シーズンの人気の間に5度の地区優勝を果たし、一度ワイルドカードでプレイオフに進出した。2002年にはワールドシリーズ優勝を果たしており、2度の最優秀監督を受賞している。歴代最長19シーズンにわたって監督を務めた。 マイクソーシアディック・ウィリアムズ・テリー・コリンズ、ありがとうございます。